全日本選手権で優勝経験のあるマトリックスパータグの佐野純也選手のバイクを紹介します。このバイクは面白いパーツがたくさんついていますので、皆さん最後までチェックしてください。全日本チャンピオン経験のある佐野純也選手は全日本選手権にフォーカスのバイクを持ち込みました。佐野選手はチームの中で唯一セカンドグレードのイザルコチームを使用します。極太のダウンチューブとカクカクしたヘッドチューブは一目で大きなパワーを受け止められるのが想像でき、トップチューブには集中して走れるようにステッカーが貼られています。フレームとは対照的に細身のステムは FSA の OS99 110mm、 こちらは旧モデルになりますが何か特別な理由があるのでしょうか。ハンドルバーは FSA のエナジートラディショナル、こちらは昔からある丸い形状で根強いファンがいます。幅はセンターセンター420、変速ブレーキレバーはデュラエース、ブラケットの角度は 7.9 度前上がりにセッティングされています。レバーから出ているケーブルはシマノではなく日線のものが使用され、佐野選手は左のレバーで前のブレーキを操作できるようにしています。ブレーキ本体はシマノのデュラエース。ハンドル周りと違い、新しいパーツが使われているのはサドル周りになります。シートポストはビジョンメトロンカーボンシートポスト、サドルはクッション性の高いモデルが使われていて 1.2 度前下がりのセッティングです。サドルの高さは BB 中心からサドル上面までが 730mm、 ハンドルとサドルの落差は 103mm と大柄な佐野選手としては落差が少ないセッティングとなっています。ホイールはビジョンメトロン40チューブラー、アップダウンのあるコースに合わせて軽さと空力のバランスが取れたホイールを選択しています。タイヤはパナレーサータイプ AAVO4 オールコンディションの 25mm を使用、ボトルケージは OGK の RC13、 それをフレームに留めるボルトはチタン製でボルトの頭が食い込まないようにワッシャーが入っています。クランクはシマのデュラエース、サイズは 175mm 5339T、 フレームカラーと同色のパイオニア製のパワーメーターが搭載されています。ペダルはルックのケオブレードカーボン、スプリングテンションは12、スプロケットは 1128T で、シマノのセカンドグレードアルテグラが付けられています。リアディレイラーはデュラエース、少しでも駆動抵抗を減らすためカーボンドライジャパン製のビッグプーリーが付けられています。そして電動ケーブルにはスパイラルチューブが巻かれており、スプロケットへの巻き込みを防止するメカニックによる工夫もされています。面白いポイントは電動コンポーネントが内装式から外装式に変更されていることです。これによりトラブルを少なくし、またトラブルが起きた時も素早く対応できるようになっています。そしてより長くバッテリーを使うことができる効果もあるんです。いかがでしたか？このバイクの気になるところがあればぜひコメントで教えてください。そしてこの動画が気に入ったらグッドボタンを押して、チャンネル登録してない方は必ずチャンネル登録をしてください。僕が着ているこの GCN の T シャツはこちらから購入することができます。それではまた。